ガサガサフィッチング佐藤ココと佐藤智之です。よろしくお願いします。今日はホンモロコのお母さんとお父さんが卵を産んでるところを見に来ました。おお、ちゃんと言えたな。そうなんです、今日は実はホンモロコの産卵ですね、いろいろ探し回って、ある河川に来ました。で、来てみたらね、まあそれなりの数がいたんで、ちょっと水中カメラを、沈めてみたいと思います。で、うまく撮れるかどうかとかね、あとまあ魚は映っても産卵するそのシーンですね、まさに産んだっていうところがね、映るかどうかはこれもう運なんですけども、まあ、1時間ほどちょっと回してみたいと思うんで、その中で家に持って帰ってね、見ないとまだわかんないんですけども、その中で、産卵してるシーンがもしあればラッキーかなということで、とりあえずそれを紹介したいと思うので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。
はい、いかがでしたでしょうか。今回はホンモロコのね産卵ということで、ちょっとね、まあ、本来、よく言われる木の根っこですね、に産むタイプではなかったんですが、河川のせいですね、で産んでいるホンモロコの様子をご覧いただきました。でこれも本当はたくさんねコメントとかあの解説っていうかね、自分なりに思ったことをね入れたものを作ろうって思ってたんですけども、まあ、僕もねそんなにぶっちゃけその産卵生態についてはねそんなに詳しくはありません。なので、まあ、適当なことをね言ってねみんなさんに迷惑かけても困るんで、まあ、今回は、ね本当に映像だけをね見てもらって、そこからみんなにね発見があった、あこうやってやってんだってねこう知ってもらえるようなね映像にしたいなと思ったんで、あえて、ノーコメントで行きました。まあそうは言ってもね、産卵にねこう行く時にね、結構ね何回もこう、距離的には60センチ70センチぐらいかな、うわこう卵をねボーッとこう産みながらね進んでるシーンもありましたよね。であれは僕の中ではちょっと驚きだったっていうところもあるんですね。で意外とこう1箇所でねこう10センチぐらいの間で産むんだなと思ったら、結構こう引きずっていくっていうかこう押されてね進んでいくような感じでやってるシーンもあったんで、これもねちょっと新鮮でしたね。それからあとねこのオスの数が多いですねただまあいろいろねあって、基本的にメスの方が性比的にはねメスの方が多いって言われてるんですね、なのであれなんですが、まあ、産卵にはね、1匹のメスに対してオスがこう集まるといったようなね。それからあとこう産卵そのもののシーンじゃないんですけども、途中最初の方かな2回3回あったんですけどね、この水面の方にメスがね、こう押されて上に上がっていくシーンがね何回かあったと思います。であれを見てるとオスがね結局あの メスをこう、含むですね、産卵口、排泄口のところをこう押す形でメスの体をこう上にね押し合ってしまうというね、行動なんですけども、あのシーンをね僕は何度も見ましたであれは正直ねすごくね、まあ、卵そのものを産んでるシーンではないんですけども、僕はそこはね結構グッときたところで、まあ、相当ねこのオスの並々ならぬこの気迫というかねそれも感じましたし、それをね受け入れて、進んでいくメスの顔とかね、そのあたりを見ていくと、あやっぱすげえな魚はってね思いましたねなので、非常に、まあ、僕も楽しみながらねこの映像が見えたと思います。であとはなんだろうな、卵をね、ついついこうついばんで食べてしまうやつもね何度も映ってるんで、いろんなところでね食ってるシーンあるんですけども、でそんなもありましたね。はい、でこれもう本当に撮影した場所はもうちょっとなかなか言いづらい部分もあるんですけども、なので時々景色は映らないように、編集しました。で実際ここはもう、ね、水深こんな10センチ15センチ深くて20センチで一面背なんですけども、それでもこう3つカメラ3箇所置いて、それそれね魚の産卵する回数も実は違ったんですね。でパッと見一緒なんですけども、よく観察すると微妙にお水のねこの当たり具合、水深、流速、いろんなあとその底の砂の割合、歴の割合、まあ、いろいろあって、魚がやっぱ選んでるなっていうのがすごく分かりました。なのでこれだけで差があるんですね。でもそうは言ってももう相当な回数をね彼らは産卵してるんで、もうそこ一面卵です。もう多分ねもう何日か経っちゃったんで、もう多分孵化しちゃってるんじゃないかなと思います。であの感じだともう瞬く間に、か
流のね内湖で、ふかしげはね流れてるんじゃないかなと思います。まあ、基本的にふかした時ね、少しこうくっつくような感じでね、そこにそういう性質はあるんですけども、あの流れだったらね流されますよねなのでまあ少しドローンとしたところまではね一気に流されるんじゃないかなと思います。今回はちょっとね、まあ、ある意味、まあ、魚ね好きじゃない人にとってはね、なんとも面白くない映像だったと思います。で、好きな人でもね、特に産卵は興味ないよって言ったらもう、面白くなかったかもしれないですけどね。ただまあ本当にね、これは一つ一つ記録としてね、まあそれで皆さん好き嫌いたくさんあると思うんですが、ね、それも含めて、好きな動画の時もあると思うし、嫌いな時もあると思います。それでもね、僕作る側としては、一つ一つね、これと思ったものを作っていきたいので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。